毎週ゲームの最新情報をお届けするゲームカタログ2の時間がやってまいりました。ちびっこのみんな元気だったかな。それは小魚を食べなければいけないね。カルシウムないって言ってた。あそっか、僕の耳の中で妖精が妖精ささやいてた。さあ妖精とのトークは楽屋にしまっておいて。そうね、7月の26日ってどんな日だか知ってるかな。なんか聞いたことあるけど、すごいよね。すごい日なんでしょ。すごい日なんですよ。うわ、それはゲームの発売ラッシュなのです。ということで今回は7月26日に発売されるゲームソフトを一気に紹介。とにかくすごい数のソフトがこの26日に発売されるんだ。でもその前にゲームソフトの発売日の法則についていくつか勉強してみよう。実はゲーム業界には1年に何度か新作ソフト発売のラッシュ時期があるんだ。クリスマスにお正月、新入学の季節、そして夏休みというわけだ。これはユーザーの懐具合によっておのずと売り上げがアップするためと考えられる。ちなみに去年のデータを見てみると、1年間で発売されたソフトは831本、そのうち7月8月の夏休みの期間だけで全体の2割以上のソフトが発売されていることが判明したんだ。また過去5年間の7月のデータを見てみると、ざっと見ただけでも1日だけで平均20本以上発売されているのがわかるよね。なぜかいずれも7月の後半に発売ラッシュが来るというケースばかりとなっているんだ。今年に限って言うとゲームの発売ラッシュが26日というわけなんだ。30本近くもソフトが発売されちゃうんだから、皆さんもこの番組を参考にしていいゲーム選びをしてくださいね。そのですね、7月26日発売ゲーム、今まさにリカちゃん言ったように何選んでいいかわからない。わからないよね。そのですね、手助けをするために今日はですね、726発売のゲームですね、どーっと紹介していきたいと思うんですが、編集長、はい、これどうして同じ日にドバッと出るんですか。やっぱりね、給料日後の、ね、夏休み前、金曜日出れますよね、やっぱり。まあ、大人のゲーマーはお金持ってるし、子供のゲーマーは親戚のおばちゃん家に行ってゲーム買ってもらったとか、そういうのがありますもんね。いや、これいっぱい出るのはいいことなんですけど、藤沢さん、はい、これ編集部員としてはかなりきついでしょ。クロスレビューとか全部採点してこれが面白いと書かなきゃならないですもんね。まあですね、ファミ通の紙面とかでもうかなり見てですね、かなり絞り込んで買うゲーム決めてる人もいると思うんですが、さらに動いてる画面とか秘密の情報をですね満載して、今日は皆さんがもうクソゲーつかまされないための、おい、これはいい企画だ。そうなんですよ、30本もあったらそれは面白いゲームもあると思うんですよ。でもね、そういうね、売れ筋の日って出しゃいいのかよっていうゲーム出ますよね。あ、またこめかみ痛くなっちゃった。あれ編集長急にこめかみ痛くなっちゃったよ。まあそれをね、一応みんなで判断してもらいたいということで、まずはですね、三大機種欄からスーパーファミコン726発売ソフト、こんなに出ます。主だったもの、夏休みゲームカタログ、スーパーファミコン編。まず最初に紹介するのは、シミュレーションとドラマが融合した本格派ウォーシミュレーションゲーム。各章の戦闘方法によって後半のストーリー展開が大きく変化していくという点が最大のポイントとなっているんだ。続いてエナジーブレイカー。会話をするたびに物語の選択できる幅が広がるライブリートークシステムを搭載したシミュレーション RPG なんだ。キャラクターの配置の仕方一つで勝敗が大きく左右されるシステムになっているんだ。ご存知、シミュレーションの王道を行くシムシティのアレンジ版。プレイヤー自身が作成する街の町長となり、指定された課題をクリアしていくというものなんだ。3種類のゲームモードが用意されていて、とにかく自分が好きな街づくりができるようになっている。続いてスプリガンパワード。人気シリーズの最新作、精霊と人間が共存する世界での精霊戦士スプリガンの戦いを描いたシューティングゲーム。戦闘においての攻撃アイテムも多彩に用意してあるっていうことだよ。続いては1本のソフトで4種類のテーブルゲームが楽しめるテーブルゲーム大集合。麻雀や将棋なんかができるんだ。またこのソフト、各ジャンルにプロの監修をつけるこだわりを持った一品なんだ。腕に自信を持っている人におすすめのソフトだよ。続いてレナス2。このゲームの特徴として、十字ボタンだけで全てのゲームを操作することができるヘッドアップディスプレイシステムを搭載した RPG であること。4つのステージでそれぞれの秘宝を探し出したとき、何かが起こるぞ。アニメ「機動戦士ガンダム」の1年戦争を題材としたシミュレーションゲーム。
プレイヤーはモビルスーツを購入し目的を遂行していくというものなんだ。スーファミターボを使用することによって友達とのデータ交換や対戦も可能となったんだ。続いては機動戦士ゼータガンダムが舞台の SD ガンダムのグリプス戦記。1年戦争期同様スーファミターボ仕様となっている。ゼータガンダムやジオなどその時代に活躍したモビルスーツを使用しながら戦闘していくんだ。今日これ収録してる時点でもう7月入ってるわけじゃないですか、はい、でまだこうお借りするのは基盤の状態なんですか、こういうご一応日本で借りてきたんですか。ああこんなになってんだね。パッケージとかまだ出来上がんないと間に合うんですか。いいね、ギリギリまでやってるものですね。なんかこう抵抗とか引き抜きたくなる、ね、触っちゃいかん。いやそんなものは今貸してくれた人ドキドキしてると思うよ。テレビ見ながらあそこに貸すと抵抗引き抜かれるんだと思うよきっと、ね、その中で一応ね今日注目ゲームということでですね、はい、SD ガンダムジェネレーションの、1年戦争期っていうね、ちょっとこれカートリッジを見てほしいんですけど、バンダイのスーファミターボ1個目をこうやってスーファミターボ付きで6800円で買うと、このついにグリップス戦記を買うじゃないですか。これね3980円なんですよ。でこれで刺すとゲームができるという。でさらにここで育てたキャラクターをこっち入れられたりとか、こういうの続編が出ればもちろんここを取り替えればいいんですよ。体力ですよね。格闘ゲームとかありましてね。あ、ウルトラマンのやつ。そうそうそう。でウルトラセブンのキャラも入ってて、うん、2つのキャスト数でいうと両方で戦い合ったりできたりするとか、まあ、こういうシステムができたんで、とりあえず何お小遣い1000円でも2000円でも大変だなっていう人はありかなっていう。要するにこれだけ買い足すことで新しいシナリオがプレイできるんだな。これはもういっぱい出てるの、種類が。今これで全部で4枚目かな。ゲゲゲの鬼太郎のポンジャンとか出ますね。ポンジャン、ポンジャンの絵柄もデータとしてその絵柄を変えられるんですよ、うん、それすごい欲しいわねえ、あのね芸能人ドンジャラとか作ってほしいな。芸能人ドンジャラ、うん、やわらちゃんと増田明美と、うん、それと和也誠とか、うん、スポーツとか技とかこうできたら俺すごい好きだ。かわいそうだよ。かわいそうだよ、そんなこと言ったら。すごいな、もういいじゃねえかよ別に弱いつってんじゃねえんだからよあの D の食卓を手掛けたワープがインタラクティブムービーの第2弾としてエネミーゼロを制作。見えない敵とどう聞き分けて対戦するんだ。あのワープが D の食卓に続くインタラクティブムービーの第2弾としてですね、エネミーゼロを今年の秋に、発売する予定です。このゲームですね、主人公は、前作と同じローラが登場いたします。ゲームシステムとしましては敵が一切見えない、登場しないというですね、変わった内容になっておりまして、敵の足跡ですね、音を聞き分けて敵をやっつけるというですね、かなり変わった内容になっております。皆さん期待して待っていてください。天外魔境第4の目視録、ミニゲームが多数追加された上に自分の援護をしてくれるノンプレイヤーキャラまで作成できるんだ。天外魔境第4の目視録のですね、最新情報、ミニゲームの情報が入りましたのでお伝えしようと思います。まずですね、ゲイシャロボと呼ばれるですね、巨大ロボットに乗り込んでですね、マントと戦う 2D タイプの格闘ゲームで遊ぶことができます。それとですね、天外魔境のいろいろなグラフィックをですね、ジグソーパズルにしまして、そのジグソーパズルで楽しむこともできちゃいます。それとですね、ミニゲームではないんですけども、自分のお供となって、ついてきてくれるノンプレイヤーキャラをですね、エディットして、顔や体などをですね、自分で描くことができちゃいます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。トワイライトシンドロームの全ての謎が今解き明かされる。プレイステーション用超感覚ホラーアドベンチャートワイライトシンドローム救命編、好評発売中。ヒューマン、未来のゲームクリエイターを目指す君、ヒューマンクリエイティブスクールでは学校説明会&体験入学を行っています。詳しくはフリーダイヤル 0120-37-9898 ヒューマンクリエイティブスクールまで。さて、今週のゲームカタログはですね、7月26日、ね、いろんなゲームがもうゲーム発売ラッシュということで、30本近くいっぺんに発売されます。続いてはですね、セガサターン版はこんなゲームが到着してます。夏休みゲームカタログセガサターン編、
現在パチンコ店で活躍している人気台8機種を用意したパチンコシミュレーションゲーム。台の解説などの親切機能に加え、実在するパチンコ台の実践データを解読し攻略することが可能となっているんだ。プレイヤーが時をかける探偵、通称 DD となり、第二次世界大戦前夜のドイツに向かい失踪中の博士を探し出すミステリーアドベンチャーゲーム。 CG 技術に注目してみよう。サターン、プレステと同時発売となっているんだ。スポーツ大国アメリカで大ヒットした野球ゲームが早くも日本で登場だ。エキシビジョンやオールスターなど6つのプレイモードが搭載されているんだ。あの大リーグホワイトソックスの現役4番打者フランク・トーマスがこのゲームの監修となっているんだ。アイドルたちの水着姿なんかが大雨ちゃうプラドルディスクの第1弾としてスタイル抜群の木下優ちゃんの登場だ。これはアイドルのデジタル写真が多数用意されていたり、登場するアイドルのプライベート写真まで搭載されている。実在するレスラーを登場させたプロレスゲーム、実写取り込みとなり迫力満点となったんだ。連続技や必殺技など流行の格闘ゲームの要素をふんだんに取り入れてるぞ。ゲームの難易度も自分のレベルに合わせて選択できちゃうんだ。 3DO やプレステで好評だったアクション系のレースゲーム、ルール無用のバイクレースで相手に勝つためには武器を使用し妨害することもできちゃうんだ。5つのコースが使用でき、その中で相手をなぎ倒しながらの過激なレースゲームとなっているんだ。アーケードなどで人気の 3D 格闘アクションゲームバーチャファイターが二頭身のコミカルなキャラクターとなっての登場だ。オリジナルコンボシステムによって簡単に必殺技も出せるようになったんだ。デモ画面ではバーチャファイターとキッズの共演も見られるぞ。最後に紹介したバーチャファイターキッズはちょっとまあ別格とか前評判的にもちょっと一個頭抜けてます。まあそうでしょうね、最初の発表の時からもう大騒ぎでしたね。そうですね。あと驚いたのがレッスルマニア、レッスルマニアも最初出た時はこう画面は結構かっこいいのよ、動きが悪くてパラパラ漫画みたいに動いてたじゃないですか。パラパラ漫画、今回のはかなり動きが良くなってるから、根強いレッスルマニアファンで、ファンのなんていうかな、イライラは解消されたかなっていう。その中で、まあ、かなり自信を持って僕なんかは勧められるのはバーチャファイターキッズと。いいっすよ。これ家庭用ゲームで出るとなるとね、バーチャファイターマニアの人やっぱ出てるバーチャファイター全部欲しかったりするじゃないですか。そうですね。オープニングデモだけでも俺は買いなんじゃないかな。結構笑える、ね、かわいいよね。ちょこれ最初から見れます？同じ基盤で開発してるから移植がむちゃむちゃ早いですね。まあ、でそれもあるからゲームセンターでは爆発的人気にならなかったのかなって気がする。つい来られたばかりですよね。ねえ、キッズの方がセクシーだって感じてるやつ言ってほしいな。あ、ねえ、ちょっとやばいですけどね。すごいよくできてんだよ。なんか例えばね、バーチャって写真集みたいなソフトだけでも売れるじゃないですか。写真集も売れるし、はいはい、ソフトでなんかポートレート集みたいなの売れちゃうわけじゃないですか、はい、それで言ったら俺これなんか全然買いだと思うけどね。ほんでゲームはゲームで始めるとね、俺は逆にねバーチャよりちょっと好きなの。バーチャはもともとやらないから、うんうん、なんていうのキッズモードっていうのがあって、うんうん、簡単に技が出るじゃないですか、はい、あれは俺買いだな。かなり出やすくなってるの。出やすくなってる。でね、ロード時間が早いの。早いですね。なんで？すごいロード時間早いよ。次の敵出てきたらすぐ切り替わるもん。やっぱりセガってすごい会社なんだね。セガってすごい。いやいや、なんかすごい思うよ。だって綺麗だもん。見て言われたら鈴木複雑。だけど例えばさ、今もバーって見て他の洋芸とか見るとやっぱりなんか荒いなプログラムがっていうのは結構あったりするんですよ。俺なんか見てて動きとかが味はあるけどプログラム技術すごいかってそうでもないんだけど、やっぱりあん中じゃ飛び出て抜きんでて、やっぱりバーチャファイター綺麗だもん、滑らかっていうかね。ということでですね、このコーナーではセガサターンの7月26日発売のソフトを発表していきました、はい、続いてはですね、これも数が最近出てくるんでね、大変なんですよ選ぶのが。プレイステーション7月26日発売版です。夏休みゲームカタログプレイステーション編。まずは自分自身が馬主となってより強い競走馬を生み出すことが目的の競走馬育成シミュレーション。オリジナルの血統を作ることも可能となっているんだ。また破産をしたり馬券購入というシステムは一切ないので安心してプレイできるぞ。あのテトリスの生みの親であるアレクセイ氏が監修を手掛けたアクションパズルゲーム、全部で50ステージという大規模で飽きのこない面構成となっているんだ。
またオリジナルのステージを作成できる面エディターモードも用意されているぞ。魔人が封印された洋館の主人となったプレイヤーが館に侵入してくる人間を様々なトラップで捕らえる世界初のトラップシミュレーションゲーム。システムも非常に凝っていて、シナリオストーリーは RPG 要素も含まれている優れものなんだ。近未来を舞台にエイリアンの侵略から地球を守ることが題材のシューティングゲーム。オープニングの実写取り込み映像はハリウッドで制作されたものなんだ。10個あるステージを2種類の武器をうまく使い分けながら戦闘し、見事クリアしていこう。あのクルリンパがリニューアルしての登場だ。うまく導火線をつなげて爆弾を爆発させることが目的のパズルゲーム。10名のキャラクターが登場し、その各キャラクターにスペシャルアイテムを1つずつ用意してあるっていうことだよ。新感覚で遊ぶことができる美少女シミュレーションゲームノエル。ビデオテレフォンで女子高生とのやり取りを楽しむことができるんだ。4ヶ月という期間の中で彼女たちと会話を通して仲良くなるのが目的なんだ。やっほー、久しぶり、元気？可愛いキャラクターとポップなサウンドの 3D 映像野球ゲーム。オリジナルチームを合わせて16チームを用意しているんだ。業界初のネジコン対応野球ゲームということで、投打の緩急もつけられるようになったんだ。さて編集長、ノエルなんですけど、もうこれは指名です。これはもう指名ですから。ノエル評判どうですか？まずすごい評判いいですよ。うん、もう声一直線違うもんね。すごい評判いいですか？前評判すごい高いな、うちだな。あのゲームは、まあ、ちょっと見て美少女ゲーっていうか女の子ゲームだと分かるんですけど、システムはどういうシステムですか？まあいわゆるテレクラビってやつですね。テレクラで会話をですね、交わすことによって仲良くなっていくという。なるほどね。いやでもね、俺ちょっとノエル見て思ったんですけどね、最近ほらまた美少女ゲームとか一回ムーブメントが来ると作りゃいいんかっていうゲームが増えてくるから、そういう中でこれだけ評判高かったりとか、実際編集長に聞いてもちょっと面白そうですよ。そうですよ、システム的にとても評価できるように思いますよね。ちょっと期待しますね。で思うことはね、プレイステーションはとにかくたくさんゲーム出るじゃないですか。出ますね。で言って実際僕もハマるゲームもかなりあるんですけど、かまされることも多いんですよ。ありますね、玉石混交ね。だからこれの判断が俺ゲームの中で今一番判断難しいのはもしかしたらプレイステーションかなと思うんですよ。ソフトハウスの数多いですからね、いいものも作るところあれば悪いものを作るところたくさんありますもんね。いいものは群を抜いていいんですよ。で僕一応群を抜いていいものの中に今回もね、口元にやけちゃうぐらいの、ワースター。もうここのところにね、収録終わったら返さなきゃならない発売前のパッケージがあるんですけど、もう万引きの用意はできてるっていう。もう順番た、中にスピッツの CD 入れて返そうと思ってたんですけど。もういいですね。これちょっと説明させてもらいたいんですけどね、ネジコン太郎になったんだね。そうなんですよね。これが微妙だね。難しくないネジコンだと。ちょっとね難しいけど、あのね、今まではボタンを押したらストレート投げるとかさ、送球するとかだったじゃないですか。違うの、 A ボタンを押し込みすぎてもダメだし、ゆっくり押しすぎてもダメなのね。わあ、じゃあその感覚を覚えなきゃいけないんだ。まずいいなと思ったのが、ゲーム自体のシステムはもう単純に野球ゲームですもんね。だけどやればやるほど俺がこのコツを覚えて上手くなっていく。あ、自分がね。そうそう、ゲームの中で何か成長するんじゃなくて俺が成長する感じっていうのは、俺今まで出会った野球ゲームの中で一番すごいと。じゃあやりがいがあるじゃない。あ、そう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 、オープニング画面ちょっと見てもらいたいんですよ。オープニングそのままコマーシャルになるぐらいすごいわ。もちろんオープニングだけでゲームが面白くなったらダメなんだけども、ゲームも面白い上にオープニングがすごい気に入っちゃってね。ファミスタ先生がね、あのちょっと古い話で恐縮なんですけど、いたね、そういえばファミスタ先生。ファミスタ先生がナムコのブースの前から動きませんでしたからね、収録終わった後もね。はい、あんまり面白くて持ってた傘まで回ってましたからね。発売間近のゲームをゲームのことなら何でもお任せのファミ通レビュアーが採点。今週の審査員はこの3人。限られた期間内に3人の女子高生と仲良くなるのが目的のアドベンチャーゲーム。ビデオフォンでの会話やメールのやり取りを楽しもう。感情的な交流はときめきほど熱くはないよね。まあ言ってみればテレクラ的な楽しさ。システム自体はもう少しこれだと思うんだけど、とりあえず発想の斬新さでプラス1点。呪われた館の主人となって館内にトラップを仕掛けながら侵入者を捕らえるシミュレーションゲーム。侵入者をモンスターに変えることもできるぞ。
自らおとりとなって館に仕掛けた罠に敵を誘い込む。まるで生死をかけたドッキリカメラのよう、館を増築したりモンスターを作り出すのも面白い。アーケードで人気の対戦格闘アクションゲームを移植、サターン版のみのモードとしてパンチやキックを組み合わせたオリジナルコンボシステムが追加されたぞ。思わず子供が欲しくなってしまうほど可愛いデモシーン。キッズモードを選ぶと適当にボタンを押してるだけで技が勝手に出てくるので超嬉しい。星のカービィでのメガトンパンチ選手権。カービィがパンチを放つと星が割れるほどの威力が。それなら実際にチャレンジしてみよう。やあ、僕カービィ。この僕に砕けないものはないんだ。自信満々のようですが、果たして地球を割ることができるのか。実際にそんなことできるわけないよね。さて、今週はですね、7月26日新作ゲームラッシュのこの日にですね、はい、発売されるゲームをどんどん特集してきたわけなんですけれども、うん、今週のニューゲーム、こちらを取り上げます。今週紹介するニューゲームは、可愛いキャラクターとポップなサウンドが売りの 3D 映像野球ゲーム、ワールドスタジアム EX。オープニングムービーを見てわかるようにナムコの CG 技術をフルに使用したものなんだ。ゲームはオープン戦、ペナントレースと2種類のモードから選択。オリジナル合わせ16チームが用意されているんだ。また今回一番の売りとなっているのが、業界初のネジコン対応野球ゲームという点なんだ。ネジコンのねじり具合により投打の緩急が自在に操れるようになったんだ。オプションとして注目したいのがホームランを打った時の映像だ。リプレイ画面も手抜きなしで華やかに演出されて、プレイするものは飽きさせないんだ。試合展開に合わせた新聞まで発行してくれるんだから、願ったり叶ったりだね。いや、今週はやたらめったらゲームを紹介してきましたけども、どうです、ハマりそうなやつって。クロックワークス、クロックワークス、ちょっと気になったかなっていう感じ。ロシアのパズルゲー、うん、あの手の単純のパズルゲーもね、当たり外れでかいなテトリスみたいにバケモンみたいなのがたまに出てくるでしょ。これはすごいっていうのは、うんうんうん、だけどその逆も何個も見てきたから、その辺難しいですね。まあ、野球好きな人は、俺は一応ワースター EX で、格闘好きな人はとりあえずマーケキッズ。そうですね。この辺はまあ何、進めても怖くないっていう、非常につまんなかったらどうしてくれるっていうのはないなって気がするんだけど、あとはほら好みによって違うじゃないですか。まあそうなんだよね。大穴とかありますからね。編集長あります？あるぞ。僕はもう分かんない言わせたいね、あのヒゲの口で言わせたいね。何だよ、やっぱり調子は伸びるっすか。編集長、この番組でそのキャラクター定着しましたね、もうすでにね。いやでも実はね、ノエルね、俺も惹かれてるのよ、心の奥底ではもう。いやいや、別にね、美少女とか出なくてもいいんだけど、なんでゲーム性っていうの、新しいシステムみたいなものに直注目してて、誰になってるのっていうツッコミも珍しいですけどもね。もうということで、ゲームね、本当に慎重に選ぶの大変だと思いますけれども、まあいろんなね、得た情報は出していきたいと思いますので、はい、ね、ぜひですね、ファミ通紙面のこの経過方を注目してですね、はい、あと、やってみた感想とかも送ってほしいですね。そうだね。そういえば、うん、自分は伊集院さんの好みとは全然違うけど、これが良かったとか、進められてこれがあったなんていうようなのも、ぜひご意見で寄せてもらいたいと思います。はい、それでは、長いようで短い夏休み、バッチリゲームを楽しんでください。今週はこれ、バイバイ。バイバイ。ハハ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 ハ東京ゲームショー96のポスターチケットを50名様にプレゼント。番組企画感想を書いてこちらの宛先までどしどし送ってね。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。